恋になりたいアクアリウムは、アクアの楽曲。同グループ2枚目のシングルとして2016年4月27日に、ランティスから発売された。PV の舞台となった伊豆、ミトシーパラダイスこの曲の衣装を着たキャラが描かれた、伊豆箱根バスのラッピングバス前作、君の心は輝いてるかいから7ヶ月ぶりとなるアクアのセカンドシングル。表題曲の、恋になりたい。 アクアリウムのセンターは、第1回アクアセンター総選挙で1位を獲得した、渡辺洋が担当。ニコニコ生放送、バンダイチャンネル、LINE ラ,ライブで4月9日に放送された、アクアニコ生加害活動トリオだよ。1、2、のサンシャイン。にて、アニメーション PV、楽曲の一部分が解禁された。BD 同梱版と DVD 同梱版の2種類が、発売される。 CD には、兄弟曲の恋になりたいアクアリウムとカップリング曲2曲およびボイスドラマが、BDDVD には恋になりたいアクアリウムのアニメーション PV が収録される。アニメーション PV では、伊豆、ミトシーパラダイスが舞台であり、マスコットキャラクターの内土井がゲスト出演している。また、これが縁となり、同施設を運営する伊豆箱根鉄道と、 同社がグループとして属する西武鉄道とのコラボレーション企画も始まった。初回生産分には、プロフィールカードがランダムで1枚封入されるほか、発売記念イベント、アクア課外活動みんなに会いたいアクアリウム、ファンタスティックサンシャインの応募シリアルナンバーが封入されている。法人特典として描き下ろしイラストを使用したミニスタンディが付属する。 ラストサビのようなソロパートで水色に光る道が現れる演出はファンの間で要素ロードと呼ばれている。韓国で行われたファンミーティングではアニメーション PV の部分に合わせて観客がペンライトの色をペンライトを消した状態から中央エリアにいる観客がライトブルーへと最前列から順に後ろに流れるように切り替え現地のライブ会場で実際に 要素ロードを再現したことが話題となった。その様子は公式ツイッターでも YouTube の動画付きで紹介された。2018年9月8日深夜に生出演した地上派生放送の音楽番組渋谷ノートモアフェス。2018ではこの曲を披露した。4月26日付のオリコンデイリーランキングでは4位にランクイン。 翌日の4月27日付では1.0万枚を売り上げ2位にランクイン。その後も3位以内を守り続け、4月30日付では1位を獲得。ラブライブの作品としては、モーメントリング以来、約2ヶ月ぶり、アクアとしては初のデイリー首位を記録した。5月9日付のオリコン週間ランキングでは4.7万枚を売り上げ3位にランクイン。 アニメ週刊チャートにおいても、前作の2位を上回り、デビュー以来初の1位を獲得した。また、翌週の5月16日付も1位をキープし、初のアニメ週刊チャート2週連続1位獲得となった。ビルボードにおいてもホットアニメーションにおいて2作連続となる1位を獲得した。収録内容におけるボーカル曲は、太字、ボイスドラマパートは印で表記する。 本曲をテーマにした伊豆箱根鉄道の特別車両本作品の発売を記念したラブライブサンシャインラッピング電車が4月27日から2018年3月25日まで伊豆箱根鉄道スンズ線で運行された。運行終了後3501編成は機動線塗装へと変更された。ありがとうございます。